岩渕友さん。私は日本共産党を代表して、2019年度決算、2019年度国有財産増減および現在額総計算書の是認に反対、2019年度国有財産無償貸付状況総計算書の是認に賛成、内閣に対する警告決議に賛成の立場から討論を行います。2019年度決算に反対する第一の理由は、消費税を 10% へと増税し、国民に 5.7 兆円もの負担増を押し付けるとともに、生活扶助費の切り下げや、後期高齢者保険料軽減特例廃止等の社会保障関係費の削減など、さらなる給付減と負担増をもたらしたものだからです。他方、アベノミクスを推進するとして、大企業優遇税制を温存し、富裕層への優遇税制廃止を見送るなど、格差を拡大させてきました。経済政策の抜本的転換が必要であり、消費税の減税と富裕層、大企業への行き過ぎた優遇税制を改め、応分の負担を求めるべきです。第二の理由は、安倍前政権の下で、新防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画を策定して、戦争する国づくりを進めたことです。19年度軍事費は5兆6000億円となり、5年連続で過去最高を更新しました。予算に計上されていたイージス・アショアが断念に追い込まれたことは、トランプ米前大統領言いなりで、米国製の高額兵器を爆買いすることの矛盾と危険をあらわにしました。補正予算で兵器等を前倒しで取得するための歳出化経費を常態化させ、19年度補正後の後年度負担額は5兆6000億円を超えましたが、将来の財政を圧迫し、国民に必要な施策ができなくなる危険性が増大しており、反対です。第3の理由は、三大都市圏環状道路、国際コンテナ戦略港湾などの新規大型開発事業を優先し、技術面、安全面、環境面で問題が指摘されている東京外郭環状道路とリニア中央新幹線の建設を推し進め、原発再稼働を強行し、核燃料サイクルを温存するものだからです。東京電力福島第一原発事故から10年経った今も、数万人もの方々がふるさとに戻ることができないまま、事故も収束をしておりません。脱炭素というのであれば、原発ゼロを決断し、省エネ、再エネ中心のエネルギー政策への転換を行うべきです。なお、2019年度国有財産無償貸付は、公共の福祉に寄与するため、賛成とすることを述べて討論といたします。他にご意見もなければ、討論は終局したものと認めて、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。まず、令和元年度一般会計歳入歳出決算、令和元年度特別会計歳入歳出決算、令和元年度国税収納金、整理資金、受払計算書、令和元年度政府関係機関決算書の採決を行います。第一に本件決算はこれを是認することに賛成の方の起立をお願いいたします。多数と認めます。第二に内閣に対し、宣告、朗読のとおり、警告することに賛成の起立を、方の起立をお願いいたします。全会一致と認めます。よって、令和元年度決算につきましては、多数をもってこれを是認することとし、内閣に対し宣告、朗読いたしましたとおり、警告すべきものと議決いたしました。次に、お手元に配布の令和元年度決算審査措置要求決議案につきまして、本委員会の決議とすることに賛成の方の起立をお願いします。全会一致と認めます。よって本決議案は全会一致をもって、本委員会の決議とすることに決定いたしました。次に、令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書の採決を行います。本件につきましては、これを是認することに賛成の方の起立をお願いします。多数と認めます。よって本件は多数をもって是認すべきものと決定いたしました。次に、令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書の採決を行います。
本件につきましては、これを是認することに賛成の方の起立を願います。多数と認めます。よって本件は多数をもって是認すべきものと決定いたしました。なお、これらの案件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。この際、令和元年度決算についての内閣に対する警告及び令和元年度決算審査措置要求決議について、関係国務大臣から発言を求められておりますので、順次、これを許します。麻生財務大臣。ただいまの予備費の適切な使用についての措置要求決議につきましては、ご指示を踏まえ、適切に対処いたします。武田総務大臣。ただいまの地方公共団体の情報セキュリティ対策のための支援についての措置要求決議につきましては、ご指示を踏まえ、適切に対処してまいります。総務省幹部職員の利害関係者との不適切な会食等について、放送法に基づく外資規制違反事案についての警告議決につきましては、ご趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。萩生田文部科学大臣。ただいまの震災復興医療体制整備システムが全く利用されなかった事態についての警告決議および、特別支援教育における専門性の向上および指導体制の充実についての措置要求決議につきましては、ご趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。田村厚生労働大臣。ただいまの災害拠点病院における自家発電機等の不十分な浸水対策について、および就職氷河期世代を対象とした限定求人の改善についての措置要求決議につきましては、ご趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。また、新型コロナウイルス感染確認アプリにおける不具合発生について、および事務処理誤りによる過払い年金の返還請求に係る不適切事案についての警告決議につきましては、ご趣旨を踏まえ、今後とも一層努力してまいる所存であります。梶山経済産業大臣。ただいまの東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所における不適切事案についての警告決議、株式会社日本貿易保険における不適切事案について、およびエネルギー使用合理化等事業者支援事業の不適切な実施についての措置要求決議につきましては、ご趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。野上農林水産大臣。ただいまの公衆作物磁気作支援交付金の運用見直しをめぐる混乱についての措置要求決議につきましては、ご趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。小泉環境大臣。ただいまの地域再エネ水素ステーション導入事業の不適切な実施についての警告決議につきましては、すでに事業の廃止、技術的な検証等の措置を講じているところです。今後、新たな事業を実施する際には、ご趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。坂本内閣府特命担当大臣。ただいまの企業主導型保育事業における病児保育等の未実施等についての警告決議につきましては、ご趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。平井国務大臣。ただいまの新型コロナウイルス接触確認アプリ、COCOA におけれる不具合発生についての警告決議につきましては、ご趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。丸川国務大臣。
ただいまの地方公共団体の情報セキュリティ対策のための支援についての措置要求決議につきましては、ご指示を踏まえ、総務省をはじめとする関係省庁と連携しながら、適切に対処してまいります。以上をもちまして、関係国務大臣の発言は終了いたしました。次に会計検査の要請に関する件についてお諮りします。国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対しお手元に配布のとおり、放射性物質汚染対象特措法、3事業等の入札、落札、契約金額等の状況について会計検査を行い、その結果を本委員会に報告するよう、議長を経由して要請いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。